永平寺から無一文で歩いて帰るもんというですね、ブログの中で書いてきた記事の内容であったり、今振り返ってどう思うのかっていうところを聞いてみたいと思います。一番辛かったのは、左足に違和感が出始めたんですよ。もう1週間経つ頃にはその違和感が痛みへと変わっていったんですよ。で、逆に嬉しかったこと2つあるんですけど、はいはい、まず1つ目は永平寺を出発して2日目かな、はい、に石川県にある小松市というところに立ち寄ったんですけれども、はい、小松駅でちょっと宅発をしようと思ったわけですよ。まあ、無一文で帰っちゃうの で、まずお金がない。となった時に、皆さんの駅でもしかしたらお経を唱えながら、あっちみたいなのを持ってるお坊さんを見たことがある人がいると思うんですけども、まあ、これ、宅発って言うんですけども、この宅発をこの小松駅でやろうと思ったわけですよ。で、永平寺でも年に2回とか、修行僧みんなで福井市内で歩いたりとかして、宅発っていうのを行うんですけど、まあ、それは修行僧みんなで歩いているので、単独でするということがまず、ないと思うんですけども、まあ、私その時ももちろん一人で歩いているので駅員さんにちょっとここで宅発をしていいですかと確認してて、まあいいですよと言われたのでそこでもう宅発を始めたわけですよ。で、最初に思ったことはもう逃げ出した恥ずかしさですよね。なんかこの一人でやったことがないところでなんかお経を唱えて、しかも駅前なので結構な人が通るんです。すごい恥ずかしさが込み上げてきて逃げ出したいってなったんですけど、まあ始めたもんだから、さすがにすぐやめるわけにはいかない。しかも、お金もない。高津を続けようと、1時間ぐらい続けたわけですよ。そうするとまあ、通行人の方はですね、コツコツと入れてくれるわけですけど、だいたい1時間ぐらいやって、まあ、1000円近く貯まったんですかね。あ、そろそろやめようかなと思ったら、アジロガサというのを被っていて、目線少し下げてるんですよ。ちょっとうつむきながらこう、お経を唱えてるんですけど、このアジロガサの下からですね、マウンテンバイクに乗った少年がここを通ってるのが見えるわけですよ。大人だと足元しか見えないんですけど、はいはいはい、少年なので見えちゃうんですよ。で、少年が私の目の前で立ち止まって何回かこうチラチラ見てくるんですよね。少年からしたら変なことしてる人がいるもんだなと思って、こう不思議そうな目で見てきてるんだなと思っていたんですよ。そしたらこう何回か通り過ぎた後に少年がここで自転車を止めて、まっすぐ私の方に歩いてきて、私の前に立ち止まって、ポケットから5円を取り出して、私のこの鉢に入れてくれたわけですよ。先ほども、まあ、大人にもらったお金って、いくらかあったんですけど、少年からするこの5円って、どれだけ大きいものかって、私たちの世代だったら5円チョコが買えたかもしれない。そうですね。買えたかもしれない、そのお金を、私に、お布施をしていただいたわけですよ。このなんか5円の重さというか、私が今まで感じていたお金の価値とこの5円の価値というものの大きさ、うん、ですかね。宅発が根付いている永平寺の周辺でというのもまた意味違いますよね。永平寺でやるって寄付に回すお金を宅発するわけですけど、周りの地域の人も毎年の恒例だからっていうのがあるので、言い方は悪いけれども割と集まるじゃないですか、うん、そうですね、そうですね。でもやっぱり一人で行ってどこどこの誰々ですって上りを立ててやるわけでもない状況の中で、まず少年の前の段階で告発してもらえること自体もすごいなと思うし、知らない人に話しかけちゃいけないとか挨拶すらねしないようにっていうような時代の中で通っていってご縁出すっていうのは、それはすごい出来事。そうですね、私があの子の年齢だったらやってたかなと思うと出ないと思いますね。親が見てたら止めるかもしれないですよね、場合にも。そうですね、まあ、これがまず一つ喜び、嬉しかった出来事。もう一つが先ほどあの一番辛かったリタイアを考えた山形県入ってからなんですけども、その時にちょっとどうしてもしんどいなと思っていたので、うん、まあ、ずっと野宿をしていたわけなんですけども、さすがに今日野宿は辛いなと思って、旅館に泊まりたいなと思ったわけですよ。それがもう初めて、この度初めて旅館に泊まろうと思った出来事なんですけども、山形県鶴岡市の渥美温泉駅という駅が、はいはい、渥美温泉ではなくて、駅があったんですけど、駅周辺で旅館がないかなと思ってうろうろしていたら、一泊素泊まり3900円だったかな、貼ってあって、今の所持金で泊まれるかもしれないと思って、まあ、ガラガラと開けて、すいません今日泊まれますかと言ったら、まあ、奥からおかみさんが出てきてですね、
女優の渡辺エリさんに、あの、まあ、似ているであろう。おかみさんが出てきました。すごいびっくりするわけです。なんだよ、あんたその格好は。まあ、そりゃそうですよ。宅発しに行ったら何しに来たのかよくわからない。まあ、ちょっと止めてくださいと言いましたら、まあ、いいよ、空いてるからと止めてあげるよ、みたいな感じで。まあ、本当に田舎のおかみさんって感じですよね。うん、あの、チャキチャキした方がいいからもう止めなさいと。汚れてんだろその服だって。ちょっとそこで脱ぎなさいと。もう玄関先でもう着物一枚させられまして、あの、すぐ私が着ているものを洗濯するからと言ってくださったわけですよ。で、まあ部屋で少し休んでると今度、お風呂沸いてるから入りなさいと。本当に田舎のおかみさん。実家みたいな。実家みたいな、もう言われるがままに、もうお風呂も入って、そしたら、まあ素の回りだったんですけど、あんたどうせ食べてないだろうと。夕飯ぐらい出してあげるよと。言われてですね、日本海の海の幸が、あの、並ぶ夕食を出していただきまして、次の日朝起きて、じゃあすいません、これ宿泊代ですって言って、出ようとしたら、玄関先で止められまして、あんた、高発してんのかみたいな。お経唱えてくれよ。って言われるわけですよ。えみたいな。私からすると。あ、すいません。なんかすいません、みたいな。もう、すべて向こうの指導ですから。お客さんのつもりになってたっていう。そう。で、まあ、お経を唱えて、そしたら、ありがとうって。昔はね、って、お坊さんがこうやって来てくれて、お経を唱えてくれたもんだよ。あ、まあ、その地域が、ね、そう、爆発の文化があった地域だった、うん。昔は来てくれたんだけどね、っていうふうに言われて。じゃあ、これ、朝握ったから、あの、おにぎり持っていきなよ、って言われて。大きいおにぎりですよ。ありがとうございましたと、まあ、無事帰れた際には、あの、しっかりご連絡しますので、ありがとうございますと、最後に言ったわけですよ。お昼になりまして、おむすびを開くとですね、なんと、封筒が一枚入ってるわけです。なんだと思ったら、請求書。夕飯代を教えて、後日振り込んでくださいの夕飯代の請求書かなと思って、なんとそこにはですね、5000円が入ってたんですよ。で、一筆高くしてくれたお布施です。無事に帰ってください。体に気をつけて帰ってくださいって言って帰った。いやー、もうボロボロ泣きましたね。そのおむすびを食べながら、その出来事があって、これだけのご縁をいただいて、ご好意をいただいて、ここでリタイアするわけにはいかないと思って、またちょっと気持ちを持ち直して、そこからまた歩き始める。それが、そのおむすびの味は今でも忘れられないですね。はい、あと、お布施で5000円だよと書いてあった。やっぱりその、お金がないわけですから、ギリギリで歩いてたんですよね。うん、もしかしたらそれがなかったら、リタイアしていたのかもしれない。なるほど。これ結構、38回の中で特にやっぱり反響のあった、ね、エピソードだったそうですね。あの、よく、お布施って言うと一般的にお金をイメージされることってあると思うんですけど、もともとね、お釈迦様の時代なんかは、住居だったりとか、くつろげる場所だったりとか、食事っていうのが大きな、本当のお布施のすごく代表的なものの一つだったと思うんで、なかなか現代では体験できない本来の布施みたいなところをすごく感じた出来